い、喉が痛いっていうのと口内炎もできて、ダブルで痛いというところで、本人に、圧痛点を探させてそこに、鉛筆を貼りました。そうすると少しだけいいということで、この経絡上の整形試薬をやってみたいと思います。経絡見ると手からいきましょうかね。小腸径からいってみようかと思うんですけど、手の小指、小腸径をまずは整形試薬をしてみます。最後に、F1F6 もやると思うんですけど、まずはちょっと遠いところからね、関係なさそうなところから攻めてみたいと思いますので、手の小指です。はい、こっちをちょっと、これですね、ここを整形試薬します。いいですね、こういった、こうやって、H4 です。今20回、これも30回ですね。よいしょ。で出してみて、今の喉の違いがあるかないかを尋ねます。あんまり変わってない。あんまり変わってないですね。小腸径は外れと。次は喉のその位置から見ると大腸径がこう通ってるから大腸径が関係してるかもしれませんので大腸径やってみましょうかね。 H6 です。人差し指ですね。手の人差し指、これです。あ、ちなみに、家庭内で治療しております。息子です。モデルは10回ですね。まあこうやって家庭の中でも我が家でも昔からやっておりまして、寝てる間にやろうとして足を引っ張るとギュッともうね引っ込める条件反射ができてしまったという、そういう息子と娘がいます。カメラマンをやっているのは娘です。よいしょ、まあ、こんなもんかな。どうですか。関係ない。お気づきのように、評価が非常にシビアです。ダメな時はダメ、いい時はいいと、そういう評価が立ちますので、じゃあついでに耳のここのところありますから、まあ、この辺の痛みとして三焦径もやってみたいと思います。で、ここですね。三焦径は手の薬指ですね。いつから痛くなりました、喉は。最初に喉が痛くなって、3日前ぐらいかな。3日前で、そこから、喉の奥の方に口内炎ができて、さらに痛くなって。コロナじゃなさそうね。コロナでは多分もうコロナって今のコロナ早いもんね。さっさと熱があるもんね。これまあ三焦径ですけど、三焦径という経絡ともう一つはまあ、副交感神経を抑制するという可能性もゼロじゃないですね。まあでもやってみましょう。よいしょ、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 このかな。はい、どんな感じですか。ああ、良くなった。ちょっと、良くなった。あ、ちょっと軽くなりましたね。けど、この辺がもう一個あるんだけど、そっちの方が痛くなった。もう一個の口内炎どこにあります。同じところ。いや、口のすぐ左のところ。あとでやります、そっちは。はい、はい、反対側ですから、そっちはだいぶ良くなった。じゃあもう一回この H5 やってみましょうかね。もしかすると副交感、あ、これも出るかな。その副交感神経を抑制したということで出るんだ、良くなったんだったらこの後に、F5 ですね。 F5 もやってみたいかなと。ということはその口内炎は経絡上の痛みか副交感神経の条項を踏んで過敏になっているのか、それにより鎮痛作用なのか、あそこのところを考えながら治療をやってみたいと思います。あと10回ぐらいかな。喋ってるとね、何回やったかわからない。そこはちょっと困るところですね。よいしょ、こんなのかな。はい、
どんなんですか。さっきとは変わらないですか。悪くなっても言ってくださいね。ああ変わんないから。もう大体さっきの分も OK ですね、うん、はい、今度は足消化した足。じゃあさっきのついでに F の5やってみましょうかね。かかとを立ててください。なんかちょっとこう、よいしょ、生活感が鋭いな、すごいな。ここですね。私の足が入ってない。なんじゃ、足が入らないように、そうそう、こういう感じで写してくださいね。一応娘はあのカメラの学校行って、あの撮影は勉強してるんですけどね、いきなりこれで写せと言われたので、おたおたバタバタしております。ということで15回ぐらい出したかな。もう6分経ちましたね。よいしょ、そろそろいいですかね。これ単形ですから、今の喉の痛みというところにその単形は入ってませんので、まあ、これで楽になることがあれば副交感神経抑制の治療効果かなということは類推できるわけですよね。はい、どんな風ですか。うん、良くなった。あらら、そう、ということは副交感神経を抑制したために過敏になってたその痛みが抑えられたということですね。あともう一個の方も良くなった、うん、あ、もう一個の方も良くなった、うん、あ、ということは間違いなく副交感神経ですよね、うん、経絡上今もう一個っていうのは左の口ですよね、今痛みがあるのは右の方ですから、じゃあ次は F1 をやってみましょうかね。口の中の症状っていうのは大体 F1、F6 でやるんですけど、今回は一番最後に、やってみます。今、右の口ですから右足をやってます。これ後で左足も、大体左足が口の中の治療をするんですけど、まあ、経絡上の、痛みを取るということで、こっち側を、右足をやってます。よいしょ。よいしょ。出しよっと。まあ、20回ぐらいいったかな。5回ぐらいですね。よいしょ。どんなんです？違いがありますか？あんまり変わらない。じゃあ、次は F6 です。異形の F6 をやってきたところがですね。はい、これです。ここですね。よいしょ。大体この口関係は F6 が一番よく効くんですけど、まあ、今回の場合は H5F5 がいいのかもしれませんね。まあ、先入観にとらわれない方がいいですね、治療はね。この間はこの歯の痛みとか口の症状がこれで良くなったっていうんだったら、いや、違うかもしれないぞぐらいのつもりで、治療に当たった方がいいです。まあ、答えが、例えば今回の場合 F1F6 なかなっていうのがもし分かってるんだったら、もうそれはもう選択肢から外しといて最後にやればいいじゃないかと、この気持ちで他に治るのはないかと、探すとぐらいでもいいかもしれません。よいしょ。さて、そろそろいいかな。よいしょ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。はい、どうなんですか。あんまり変わらない。うん、ということは、エッチグエフが良さそうですね。左の方は？左は、でも左は結構なんか良くなった。あ、良くなった。ということは、これもう完璧にエッチグエフですね。じゃあそっちの足行きましょうか。ちょっと映しにくいかな。で、今の感じを覚えておいてくださいね。アングルが難しいですね。さすが。お姉ちゃんカメラマンだけあって画角がバッチリですね。笑いたいけど笑えない。今20分ぐらいいったかな。
H5F5 っていうのは痛み全般に効くことが多いですね。それと口内炎の場合も、潰瘍性のものもありますので、その時にはこれも これ H5F5 じゃないと効かないこともあります。はい、どんな風でしょう。やっぱり変わらない。もう変わらないですよね、うん、もうさっきの H5F5 で大体効いてるんじゃないかと思いますけど、まあ念のため手の左手の H5 も、やっていこうと思います。こうですね。もしかすると右の手足が良かったのかもしれないね、うん。ちゃんと映ってるかな。出ますね。どんなです？ほいほい。はい、どうです？変わりがありますか？あ、だいぶ良くなった。あ、そう。うん、やってればよかった。とにかく、左足はあんま関係なかった。うん。うん、今ので、なんか、飲み込むときに引っかかってた感じがなくなって、飲み込みがスムーズに。もう間違いなく副交感神経異常興奮の口内炎と、どっちが良くなったか、ね、喉の痛み、喉の痛みが、うん、それとアレルギー性のなんか炎症というか、アレルギー性の痛みがそこにあったんでしょうね。まあコロナじゃないことは確かみたいですね、うん、逆ですから。コロナの場合は交感神経ですから。これどうなんです？うん、もうさっきと同じ。うん、さっきと同じでいい感じ。いい感じが続いてます。うん、よし、OK ということでした。